これが本当のデビュー戦だ、シルバークロー。グッドラック。君からの情報によると、奴には大きな弱点が2つある。1つは移動時の大きな音だ。ガイドカーソルは敵の大まかな方向を示すだけだが、音は位置と距離を教えてくれる。これを逆手に取れば。できるのか、僕に。何言ってんだ！今の僕はデブでいじめられっ子の有田晴之じゃない！バーストリンクはシルバークローだ！ここは僕が。今までありったけの時間と情熱をつぎ込んできたゲームの世界、僕にとってのリアルなんだ。やった。こうしちゃいられない。アッシュローラーの弱点その2、それはデュエルアバターのポテンシャルのほとんどをバイクに注ぎ込んでいることだ。それゆえライダー本人の戦闘力はゼロに等しいはず。だから君は初期でダメージを与えたら、あとはタイムアップまで待てばいい。へえ、やるじゃない、あのちっちゃい子。今朝とは大違いだ。親は誰なのかね。勝ったら君も感染リストに登録するわ。頑張ってね、坊や。まあそう簡単ではないと思うがね。何する気なのあんた。いい気になってんじゃねえぞフギャ。俺様の V ツインサウンドで踊らせてやんよ。よっしゃ。破片がかすっただけでもダメージ認定されるのか。なんてシビアな。実はさ、俺様今朝てめえに勝ったおかげでレベル2になったんだよ。レベルアップボーナス超迷ったけどさ、壁面走行能力にしたんだよね。いやー俺様超正解。そしておめえはテラーラッキャー。残り時間ひたすら逃げ続けろって言われても。くそ、数格まで再現とか。打つ手なしかツルピカボーズ。じゃあこっちから行くぜ。何かないか。一発逆転の秘策、起死回生の。そうだ、必殺技だ。残念、終わりみたいだな。畜生、畜生、バーチャルゲームの中なら僕はヒーローだったはずなのに。なんだよ、当たりもしない必殺技って。こんな弱いキャラで勝てるかっての。やってらんないよ、もう。ダメなんだ、負けるにしても。あがいてあがいて、見苦しく負けろ。せめてそのくらいでなきゃ、あの人の駒にすらなれない。考えろ、お前はどれだけのバーチャルゲームをやってきた。これだけリアルな世界ならそれゆえの弱点がきっとある。バイクの、それも全盛期のガソリンエンジン型の弱点ってなんだ、考えろ。あれだ。もっともっと踊れ。一度でいい、動いてくれシルバークロー。あいつより早く。たとえ自分が信じられなくても。
の人の言葉なら信じられる。バカ、てめえみたいなガリジュに俺様のモンスターマッスインが止められんか。早く離さねえとタッパがモリモリ減ってくぞ。もうすぐだ。フィッシュはそこだ。考えたな。エレバイは両輪駆動だが、内燃機関のバイクは後輪駆動。ああなったらもうバイクは役立たず。アッシュローラーは丘に上がったカッパも同然。やるじゃない。シルバークロー、これからひいきにしてあげるわ。てめえこら、下ろせ、手を離せ、ハゲ。いやだね、悔しかったら天輪回してみろ。あんねえ、このカッコ野郎。